アンコール遺跡は、カンボジアの北西部、トンレサップ湖北岸のシェムリアップの北側に位置する、クメール王朝時代の遺跡群である。1992年、ユネスコの世界危機遺産に登録され、遺跡を中心とし、修復に努めてきたが、第2段階として2004年世界文化遺産に登録され、今まで危機遺産だった遺跡エリアの周りを取り囲むように、 ゾーンにエリアを設定し全体でアンコール遺跡公園と命名された。コアな遺跡エリアの周りには、アンコールの広大な400万ヘクタールのエリアに、112の村、13万の住民、森、水田、放牧地が広がり、村人の生活、自然環境の保護、景観の維持に取り組んでいる。上空からのアンコールワット国旗に描かれている。 アンコールワット地図アンコール遺跡群は、現在のカンボジア王国の沿源となった、クメール王朝の首都の後である。この地には、9世紀頃から、数々の王建設が開始された。この遺跡に特に大きく関わったとされるのは、スーリアバルマン2世とジャヤーバルマン7世と言われる。スーリアバルマン2世は、特に、アンコールワットの建設を行い、 その死後三十年ほど後に王に就いたとされる、ジャヤーバルマン7世は、アンコールトムの大部分を築いたとされる。しかし、ジャヤーバルマン7世が崩御した後のアンコールは、アユタヤーサの侵入をたびたび受けその存在を犯され、はじめ、その後、ポニャーヤット王はついに、アンコールを放棄するに至った。アンコールに含まれる、主な遺跡は、以下の通りである。この世界遺産は、 世界遺産登録基準のうち以下の条件を満たし登録された。これに対し国際記念物遺跡会議は以下のような推薦理由をつけている。アンコール遺跡はカンボジア政府のアプサラ機構により発掘、修復から観光開発まで一手に管理している。ユネスコアプサラナショナルオーソリティ2012.12アンコール世界遺産エリアゾーン1ゾーン2エリア地図。 ありがとうございます。